はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回は、こちらがね、無料ガチャ来てますので、ちょっと引いていってみようかなと思います。ということで、限定ガチャ神秘の拳、神秘の拳ポイントを集めて星級合コン、星級サポーター、希少装備などの豪華景品と交換しようということで、こちらのガチャが無料で引けるみたいなんで引いていこうかなというとこですね。まあ、熱拳の方も、コラボ記念で1回無料だよということなんで、まあ、こっちから行ってみましょう。いきます。まあこれに関しては、いつものやつですが、どうでしょうかね。さあ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 、まあ星5多めというところか。星5でね、まだ貫突終わってないの、初期先導だけなので、初期の方の先導が来てくれたらいいかなというところですが、まあ、ちょっと見えませんね。はい、20、次行きましょう。無料が来ているのは、こちらのね、神秘の拳。まあ、ポイントを集めて交換しようということですが、まあ、ポイント以外のところで言うと、あ、でも合コン 1.2% で通常枠出るって、これ結構いいガチャじゃん。じゃあ合コン狙いで引いてみましょう。いけ。さあ頼む。ちょっとね、ガチャでいい引きをして昼間の不運を吹っ飛ばしたいっていう、まあ運って話でもないけど、ちょっと、おっと、これや、おーし、リカルド、マジか。あ、やった。あ、ちょっとガチャの引きはいい。昼間あれだけ広い目にあったけど、ガチャの引きは良かった。あ、しかもレイコダブル。はい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 。ボルグさんと宮田くんも出てるし、リカルドゲット。あ、これやばいね、素晴らしい。で、1ポイントポイントが手に入りましたが、1ポイントだとアンクロイットとしか交換できないのか。まあ、無料分しか引くつもりはないので、まあこれ忘れないうちに交換しちゃいましょうか。ってことで、アンクロイットゲット。で、アンクルウェイトについては、それこそね、またうっかり忘れてくっつけるの、後になっちゃわないように今くっつけちゃいましょう。 OK。 はいはいはい。そしてだ、リカルドゲットは嬉しいね。まさかの、まさかのリカルドゲット。仙道に続いて、これ素晴らしいよ。何外そうか。まあ、この辺はもう外しても良い気がするな。で、リカルドをセット。素晴らしい。んで、一括進化で宮田くんとボルグさんはくっつけちゃいましょう。よしよし。そして、ちょっと編成をね、組み替えていこうか。まあ、合コン何枚セットできるかとか、合コンもともとね、あんまり持ってなかった頃は意識してなかったけど、高村さん外れちゃうか。まあしょうがないか。2体までだね、おそらく。なので、マシバ、バイソン、マシバ、バイソン、板垣、仙道、リカルドと、この形ですね。 OK、 変えていきましょう。さあ、これによって、わっと、かなり上がったね。334回アップで、かなり上がったわけでもないか。194条ですね。まあ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 。高村さんは高村さんで強いからな。サブケンタマの方に、じゃあ高村さんが流れていって、代わりに外れるのは、ユニゾンの木村マシバですね。まあまあまあ。そこも入れ替えていく。で、さらに、ちょっと待って、サブケンタマ入れ替えた、先方ケンタマか、先方ケンタマも入れ替えましょう。あれ、ああ、そうか、サブケンタマから流れ着いたのは木村真柴か。そして出ていくのは伊達さんですね。なるほど、まあやむをえん。はい、そしたら、絆チェックしてからリカルドの装備入れ替えて、って感じかな。君たちも早く来い。こちらが、進んでいく。で、さらに、世界のライバルたち、こちらも上がる。ここまでかな、絆に関しては。
はい、じゃあリカルド装備入れ替えていきましょう。あれ、リカルド専用装備持ってないよ、俺。ちょっと待って持ってないのか、マジか。で、そしたらこっちはまあとりあえず星10で余ってるやつくっつけておきましょうか。でさらに、成功の方はない、こちらも余ってるやつをくっつけれますね。まあリカルドね、専用装備があればさらに強くなるな。で、ここはあーちょっと待って、バイソンから取り上げちゃっていいかな。バイソンは、30畳、鮮度78畳、そしてあ、そっか、高村さんはそもそも強いけどスタメンから外れてしまってるから高村さんからもらうしかないか。ちょっと高村さんの装備もらいましょうか。はい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 、まあスタメンがね強くなった方がいいからね。でこれも高村さんのやつもらいましょう。まあ高村さんには高村さんで何かつけておいた方がいいとは思うけどね。これも高村さんのもらうか。いやでも、あーまあまあまあ高村さんのもらいましょう。星6になってるからね。とりあえずこんな感じで、スタメン落ちしたとはいえ高村さんの方もサブ剣玉には入ってるので、まあ何かはつけておきましょう。ってことで、まあとりあえず星6の余ってるやつですが、くっつけていく。さらにこちらも、そうだな、伊達さんの、あーじゃない、木村真柴のやつもらおうか。木村真柴のやつもらう。で、まあここが、宮田ユニゾン親子ですねからもらっておきましょう。 OK、 とりあえずこんな感じかな。実戦総合力 269.6 畳か、70畳ぐらい上がったのかな。はい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 、それは素晴らしいね。いやまあリカルド出てくれたら万々歳よ。まあ突れてはいないのでイラストまだ動いてませんが、短期で100畳超えてるからね、これは凄まじいわ。なるほどなるほど。いやちょっと仙道に続きリカルドもゲットできたので、まあ、ガチャの方はね調子いいですね最近。なるほどね。いやーまあリカルド引きはねもう一歩のパイソルの中ではねめちゃめちゃ嬉しいんだけど、いやしかしなー、まあいいや。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー、ほい。